もホームライナーをご利用いただきましてありがとうございます。この電車は全車指定席のホームライナー浜松行きです。ご利用には乗車券の他に乗車整理券が必要です。乗車整理券は前座席の背もたれカバーのポケットにお入れください。降りの際には乗車整理券をお忘れなくお持ちください。停車駅は富士、清水、静岡、藤枝、島田、菊川、竹川、黒井、岩田、浜松です。この列車は全車禁煙車です。ご利用には乗車券の他に乗車整理券320円が必要です。また全車両指定席です。お買い求めになりました乗車整理券は前に座席背もたれカバーのポケットに入れておいていただきますようご協力します。降りの際はお忘れなくお持ちください。乗車整理券をお持ちでないお客様は車掌を通りましたらお知らせください。この列車は全車両禁煙です。発車前からの駆け込み乗車は危険ですのでおやめください。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑にならないようお願いいたします。駅及び車内へのお荷物の持ち込みは禁止されております。お近くに持ち主のわからない荷物がありましたらお手数ですが乗務員までお聞かせください。担当乗務員運転手は市民車掌は小林信平です。次は富士です。
9時です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。乗り換えのご案内します。東海道線各駅に停まります普通列車静岡駅は18時50分、乗り場5番線です。箕面線は普通列車西富士宮行き18時57分、1番線。その後普通列車箕面行きは19時18分、2番線です。次の富士を出ます。次は清水に停まります。まもなく富士に到着です。出口左側です。ドアから手を離してお待ちください。乗車整理券320円必要です。次は清水に停まります。ドアを閉めます。ご注意ください。この電車は電車指定席のホームライナー浜松行きです。次は清水です。ご利用には乗車券の他に乗車整理券が必要です。乗車整理券は前座席の背もたれカバーのポケットにお入れください。お降りの際には乗車整理券をお忘れなくお持ちください。
乗車整理券をお忘れなくお持ちください。清水を出ますと次は静岡に止まります。まもなく清水です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。乗車整理券320円必要です。次は静岡に停まります。ドアを閉めます。ご注意ください。この電車は全車指定席のホームライナー浜松行きです。次は静岡です。ご利用には乗車券の他に乗車整理券が必要です。乗車整理券は前座席の背もたれカバーのポケットにお入れください。降りの際には乗車整理券をお忘れなくお持ちください。
静岡です。静岡の乗り換えのご案内します。東海道線普通列車浜松行きは19時15分4番線です。東海道線下り普通列車浜松行きは19時15分乗り場4番線です。到着しますと同じホーム向かい側4番線です。新幹線は下り方面小玉号名古屋行き19時29分乗り場6番線です。上り方面小玉号東京行き19時19分5番線、北日本東京行きは19時37分5番線です。まもなく列車左右に揺れます、ご注意ください。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。まもなく静岡です。降りのお客様、お忘れ物どうしようもないよ、お支払いください。